はい録画開始しました。はい、ではですね本日、えー、絵本作家の斉藤の,のぶみさんとですねインタビューをさせていただきたいと。あの,いますあ,のあのぶみさんですね。<laughs> はい、ねはいえー。よろしくお願いします。はい。はいよろしくお願いします。<laughs> お願いします。いますはいあののぶみさんなんですけど私実際あのー。 いあのインスタグラムであの調べて、まぐののみさんのことを知ったんですけれども、うん、まあいろんなインタビューをもう実際、本当は受けていらっしゃっていて、うん、いろんな活動も実績もある方だなと思っているんですけれども、このです、ね、絵本作家をまあ目指すきっかけ、うん、まあなぜそのように絵本作家を目指されたのか、その理由を、えー、教えていただけますか。なるほどはい、えー だから知らない人方に説明すると今絵本250冊出していて、はいえー、NHK の E テレで「あの、ミチテタ」という番組があってサボさんとかコッシーとかが出てくるあの番組なんですけどそれであのーまあ、の、ま子供がアドリブでそのなんか作ったあのー、話に僕アニメつけて11年になるんですけどあと、うん、E テレでこの「ウッチョパス」とかねはい, <laughs> いやあの、火曜日、ね、5時20分からいやっててでこの えー、ママがお化けになっちゃったとかれてます、ね、あと僕、仮面ライダーになるっていうね、なんかシリーズがあって、これうちのウッチャパスですね、これで、はいえー、僕、仮面ライダーになるとか、で、これはあのー、今年出した姫ちゃんのマスクっていうね、うあの自分の万円を下ろして、あのー、2000枚くらいマスク。 を寄付したっていうこのの実際の話なんですこれもね、うん、というのがありますねで、えーまあ22年になるんですけど絵本作家やって、うん、でまあ,あの18の時に好きな女の子がいてでそのまま女の子が、はいあの「私絵本が好きなの」って言ったから「うん、あの僕絵本だったらか書いてるぜ」って言って嘘をついですね、はい、で全然書いてなかったんですけどとりあえず言ってみようと。はい で、書いてるぜって嘘ついてで、その嘘を本当にしてやろうと思ってその帰りに筑豊っていうね高田,高田のパパなんですけど筑豊っていう文,文具屋さんに行ってそのていとか買ってでそれで一番初めにそれ書いて <laughs> はい持ってったんですね。はいだからすごいよあのびっくりして本当書いてたんだって言って、うん、で、その時 僕、金髪でロンジで、そのヒップホップ系の格好してましたから絶対書いてなさそうなやつなんですよねとにかく。あのいや書いてるよって言ってさも書いてたような感じで <laughs> 言ってた <laughs> それからあの、まあまあ、毎日こうやって書いてってそれでそのえーまあ、毎日話したいから毎日書いてってあの他の専門学校のみんなにその専門学校は保育士になる専門学校だったんですね。 で専門保育士になる専門学校で、えーせあの、保育園の先生になりたい人だから、みんな絵本もね見たいんですよね。だから、その周りの人に見せて、100、うん、日くらい傷つけたんですよ。その 100, 100冊ためたんですよ、うん、僕、その毎日書いて。あ<ー>その子にもうそろそろ付き合ってくれって言って、別に絵本作家になりたいわけじゃなかったので、はい、付き合ってほしいっていう話したら、絵本で賞を取ったら付き合ってもいいよっていう話をしだして。 はいその時に公募ガイドっていうのがそのコンビニとかによく売ってるんですけど、うん、コ,コンビニとかに売ってる公募ガイドを見て絵本で賞ってあるのかなと思って調べたら5個くらいあったんですね。はい、うん。絵本とか含めてそれをその出してで、それが賞を取ったんです。うん、おー <laughs> すごいですね。その時の,、はい、あのやつなんですよ、ね。ああ、すごーい <laughs> <で> <laughs> はい。 まあそれからつき,つ付き合い始めてそれから18の時だったから、えー、今が二24年前ですよね、うん、その一番初めに私あの絵本が好きなのって言った女の子が今の僕の奥さんなんですよね、うん、なんかお素敵な話ですね <laughs> 本当にこういうあの,いのがありますはいなんかうちの,あの僕の絵本に出てくるのは勘太郎とかアンちゃんとか、うん、あの 自分の子が多いですね。うん、うん、そういう話で <laughs> あの、や、素敵な話すぎてる。でも、すごいですよね。うん、一発でその賞 <laughs> が取れるっていう、なんか、あの。なんか、すごい、あの、思いがあったんだろうなと思って聞いてました。はい。で、あの。うん、そうですね。今、あの、のぶみさんはですね。うん、なんか、今、自分の中で。夢ってありますか。なんか夢はなんか、だか あのーはい、ずっと昔から国民的キャラクターを書きたいっていうことですね。おおあ国民的キャラクターですか。はい。国民的キャラクターを作ったらはいあのー、もう終わりでもいいですね。それで <laughs> あのー、グッズのお金で世界が世界のあの食べれない子とかいるじゃないですか。そのことを続けていくっていうのが、うん、そしたら僕は死んでもあの送り続けられるからあなんか。 あのー、やりほんで,す、ね、でなんか今でもベストセラー出たら、うん、なんかそのかその,その直接子どもたちに送れるやつがあるんですよチャ<あ>イルド・ファジャパンっていうんですけど。あ、というのがあるんですよね。それをなんか一、あのー人,あのー、人ずつこうやって増やしてますね、あのーうん、ずっと送り続けるっていうその子の二十歳くらいになるまで。 その子から手紙とか来たりするんですよねそれでね,うん,う,ねうんそういうのやつやってますねあ、なぜあののぼみさんはそういう風うにあのそういった子たちとかに、うん、あの寄付というかそういう活動をしたいなって思われるんですかだってうんああもともとぶつ、うん、僕の,あの両親があの、はい、牧師なんですよ キリスト教の。あ、で、あ,あの、僕、教会に住んでたんですよね。ずっと、その教会の2階に住んでたんです。はい。あの、で、その時から、お母さんがやってたんですよ。で、お母さん、そのボッ引退しないといけなくなっちゃって。あの、それで、その、その時に、僕は受け継いだっていう、あの。のが、一番初めですね。いや、お母様の影響だったんですよね。うん、いや、あと、そもそも、その、なんか、子供たちに救われ。て転がって、生きてるわけだから。 あのーうん、最後はそのとりあえずグッズのお金がこうやってこうやってぐーって回っ,あの回って俺が死ぬ方がきっともし神様がいたらこいつあのー、協力してやろうかなって多分思うじゃん。それ大事ですよねそれは神様だけじゃなくて他のあのー、生きてる人たちもね協力してくれるあじ,ゃあじ,ゃあじゃあ協力しようかなとかじゃあなんか絵本読んでみようかなとか思う人もいるかもしれないですよね。 うん僕は何か別になんかあの何、ー、だってことでもないのでお金とかあれとかっていうよりそっちの方が面白いんですよね僕は。うんのそのキリスト教の方のなんていうんですかね私そこまで詳しくないんですけれどもあの 自分の行いっていうものをしっかり、まあ、見つめながら、まあ、それを生かしてあのいろんな方々にも協力してもらいながらあのその子どもの方々とかにあの自分のできるお金とか還元していくっていうその中か信美様は何て言ったらいいんですかねその自分の中の軸、うん、その何を指針として。 生きていらっしゃるのかなって、その活動のエネルギーの材料と言いますかな、うん、なんなろうと思いましてわかんないけど、とりあえず好きだってことじゃないですか、絵本書くのがうーん,なんか僕自身は別にキリスト教じゃないんですけど神様はいると思っててで僕にとっての神様の見方なんですけど、うん、れはなんか、はい、あのー、本当の自分っていうのが神様だと思ってるんですよ 本当の自分が神様のために生きてると思うんですけど成長するために成長するためにです成長するために生きてるな、ね、ので成長しないと成長しようとしないとあのよくないことが起こったり苦しんだりするようにできてるんでねうんでだからあのそのほんで成長するっていうことはどういうことなのかって思った時に自分が本当にやりたいことをするっていうことなんだよ、うん 成長するっていうことはなんかそのよくそのだからそのアナ雪とかでさそのエルサがさ、はい、あ,のありのままでって言うじゃんね。はい、言いましたね。<laughs> 何かっていうと自分の本当の力とかそれとかを隠していったらいけないってことなんだよね。あのうん、それでその本当にやりたいことを一生懸命やればいいだけどあの人間っていうのは弱いからお,たお金がないよねとかさ。うん あのそんなことでほんとできんのかなとかさあの思ってやめちゃうんだよね。うんそれはなんかその人間を弱くしてるとこなんじゃないのかなとは思うの。でそれを思い切って一歩踏み込もうってう、ねはい、だから絵本描きたいとか言う人って結構いっぱいいるんだよ僕のとこにもいっぱいいてさ。うん、はいでなんかだけどさあのー、ほとんどの人がやらないの。い 絵本作家になりたいって言ってて言るんだよ、はい、いやそれは書かないと絵本作家になれないって決まってるよねそれはねそれはもう誰の目から見ても明らかだね、うん、まずやっぱり一,一冊書くことっていうことでまず一冊書いてそれで周りの人に見,見せて喜ばれるっていうことが大事だよね、うん、一冊書くのが大事なんじゃなくて誰かに喜ばれるっていうことが大事なんだよねその書いた行為によって。 そうしないと書いいたっていうことにもならならいのかもしれないもしその歌が好きで歌作って誰かを喜ばせながらいい歌だったらそれは歌を作ったっていうことには僕はならないような気がするんですよね。うんでまたなんかそれでずっと作ってるとまあいろいろあのなんか煮詰まってったりもするから僕がなんか今までベストセラー だ出た時は事務史上初をやった時だったただんですよね<ー>の初の絵本を出した時だからなんかんくんうちに来る」っていう絵本があるんですけどその絵本はそのうちの子供に向けて描いた絵本なんですねそれまで70冊目まで売れなかったんですん<ー>僕はなるほど、うん、はいなんか誰かのためにやった時にあなんか売れ,る売れたんだなとか思いましたよねうんー そうです、ね、その誰かのためにっていうそれが活動力というかエネルギーというか、うんうん、それをちゃんと形にするっていうのがすごい大事なんだなって改めて今のぶみ様の話聞いて。とにかく自分のすごい面白いということを包める人と。うん 読む相手側のことの気持ちに立ってあのー、分析して書いていく人の2パターンがいるんですよ大体これはアーティスト、うん、どのジャンルの人でも、うん、僕はお母さんとかがそういうそのなんか人に対してその何かしてあげたい人だったんですよもうずーっと永遠と毎日がそれでしかないんですよでそういうふうなのを見て育ってるので僕は、はい 一人よがりでこうやってガーってやった時は売れなかったですね僕の場合は、うん、それはなんかタイプがあるんだと思うで実際試してみてああこのタイプじゃないんだなってすごく思いますうんまあそれぞれタイプがありますよねきっとうんうんで。自分がどんな人なのかどんなタイプなのかっていうのをまず分かんなきゃダメだよねうん、うん、なるほどうん。それが成長なんじゃないだって自分自分になる本当の自分になるっていうことがさあの 本当の自分っていうのが神様なんだろう,うんそれに目指していけないといけないっていう時に、<laughs> あのー、お金だなんだとかって余計なことしてたら、それは成長遅くなるよね。そうですね。お金じゃなく誰かのためにって思うその気持ちが大事なんだなって、本当に改めて <laughs> 感じます。はい。ありがとうございます。はい。で、あの、 先ほどですね、あの,のぶみさんがですねあの言っていたこれからの夢っていうところって、うん、国民的なキャラクターを作ってそ,のおそれを得たところのお金をしっかり子どもたちに還元していきたいっていう夢、うん、ビジョンがあると思うんですけれども実際、今はあのどういったあのそれに向けて何か。 計画されていることとか、例えばこのいくつになったらそれを目指そうとか、なんかそういった目標っていうもの、計画っていうのはありますか今、はい、これがね、難しいんですよ。はい、あの何が難しいかっていうと、はいあの、結構大規模なことを目指すときには、はい、言っちゃいけないっていうのがあるんですよ、あの発表も。 <laughs> なるほど言う。言っちゃいけない。そうなの。<laughs> はい。夢目指してはいるんですよ。目指、あの、お前、夢やるって言って、何をやってねえじゃんみたいな、そんな人では僕はないんですよね。だから、そこだけを目指せる感じはあるので、今もちょっと、その。それに向けて、も、あのー、見せる、見せる用の、そのアニメコンテントとかを、かい、書いて。書いてる途中に、このインタビューを。<laughs> <laughs> してる感じのやつあ,そうだあの<や>だからなかなかあの大規模なイベンになると、はい、いろいろ関係してくる人とかもいるのでなかなか、うん、あのじゃあ何日にこれがこういうふうにやるっていうのがなかなかあのインタビューでは答えづらいっていうのがあるんですよね、うん、そうですよねわかりました難しいところなんですよね言っちゃダメですね、まあ、毎日やってますっていうことですね <laughs> とにかくいや毎日それに向かって 目指して生きてるますねいや。素晴らしいですね。なんか。うん、そうですね。なんか日々のその蓄積が本当。目標計画をね、実行しているんだなと。はい、思いました。ありがとうございます。毎日とりあえずやってみることですよね。うーん、だってさ。なんか、私これになるとか言ってもさ。口だけじゃさ、何の価値もないね。だ、どういうものなのか、全然わかんないもんね、それだ,だとね。みんなが。そうです。 ね、うんだかとりあえず作ってで作りながら。あ。これはこれはアニメ化になりそうだな。とか国民ってキャラクターになりそうだな。とかグッズが売れそうだな。とか想像するんですよね。うん、想像してあのそれは想像できないなって思ったらあのうまくいかないですよね。うんだから自分がだいたい知ってますよね。どうなるか？うん、売れるか売れないかか。か それを常に、常にずっと、書いて、書いて、やって、どん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 、成長させていくっていうことですよね。うん、面白だね、あとね。<laughs> その面白さを、感じるのが、やっぱり、本当の自分の好きなことなんだろうなって、今。はい。思いました。はい。あり,ありがとうございます。結局。努力ですよ、とか言ってるときは、あんまうまくいかないですね。<laughs> なるほど。 の遊びなんですって言ってる時はい、<laughs> そっちの方がでもいいんでしょうねなんか <laughs> 実際か自分,ここか分かんないじゃんそんなのさはーいでもなんか面白くやるんじゃないですかね、えー、でも面白かったらその時点でもう成功だからうーん面白けりゃいいじゃないですかだからなんか <laughs> いろいろなんか迷ったりするじゃないですかなんかあどうしようかなどっちにしようかなとかうん こんなことやってていいのかなとかさうんなんかこんなはずじゃなかったなとかさいろいろ思ったりするじゃんはいで迷ったらやっぱりなんか面白そうだなっていう方に行った方がいいんじゃないですか,かねそうじゃないとなんか失敗な気がする、その時点でうん。なるほどうん。だって面白くないんだもんね、うん、<laughs> うん、そうですよね、面白くない方選んでますからねそうですね 女の,子の結婚だってさ、結婚するときにさ、うんあ、すごい好きで、この人とずっと一緒にいられたらいいなって思って結婚するわけじゃんか。ね、仕事もそれと同じで、うん、ずっとこれがやれたらいいなって思,思う方でやればいいんじゃないのかなって。でそれを、なんか、本当になんかその、バイトするにしても、何にするにしても、どの仕事するのでも、全部大変なんですよ。それなりに時間使うし。 やっぱなんか嫌なこと言われる時もあるから、うん、じゃあ好きなことだったらちょっと耐えられそうだなって思うことの方を選択した方がいいじゃないですかそう,です、ね、そういう、うん、それそれだと頑張れるわっていう気がするのね、うん、やりたくない仕事やっててさらに怒られるの僕はちょっとだから偉いそれやれてる人は本当偉いと思うけど僕はちょっともう無理だなうん、うん よね。うん、それでいいんだと思う。それは本当の自分になるっていうのが、うん、あの目的だから人生いや。あ、そうですえ、ね。なんか素敵なはい。なんか人生のその本当の自分になるっていうところは常にそこに目指していかれてる。うん、はい。のぶみさんのお話をはい、聞かせていただいて本当にありがとうございました。僕はなんか絵本作家でいいなと思ったのが。明日 しなないないないいいいとけじゃないですか。どんなに頑張っ僕は、うんまあ、20代から30代のところでとかも,もっとオリンピック選手とかってもっと絞られて20代とかで金メダルとかそのオリンピック出ないと駄目だとかいうジャンルもあるじゃないですか。ただ絵本作家ってあのー、すごい安いじゃないですか。そのあのあ 始めるのが。うん、まあ、そうですね。準備として。大変だよね。そ練習すればいいのかみたいな。でも、絵本作家ってさ。結局、喫茶店でもなれるわけ、書けるわけなゃんか、別に。うん、そうですね。どこでも、場所は問いませんね。はい。あと、別に世界中どこで書いてもいいわけだから。うん。僕だよね。まずね。とにかく。 あとおじいちゃんおじいちゃんになっても別に書いてても別になんか変だって思われないっていう感じがあるよね。うーんそうですね。山瀬隆さんのところ60で60でアンパンマン売れるんだから <laughs> 全然だよね。だからあのー、なんか絵本作家になりたいっていう人はまずやっぱ絵本いっぱい書かないと。 うん、なんかちょっと勘違いしてるなって思うのが一冊目で絵本作家になれるると勘違いい人が多でですよね一冊目でさ例えばさボール初めて蹴る人がさワールドカップの選手になれるかっつってそんな絶対なれないじゃん。ただ、うん、絵本はとちょっとなめられてるのか一冊目で、あのー、そのなんかすごい、あのー、大物になろうとか有名になろうとかその絵本作家になろうとか思ってる人が多いんだよね。 いやそんなわけなねえだろうと思って、うん、なんかそれも繰り返しやらないとだできないんじゃないのかなって。うん、そうです、ね、だからバん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 書か,かないと、うん、そのあっという間にほんとにおばあちゃんになっておばあちゃんになってもそれはできない人なんじゃない、うんうん、なんか夢は3年あれば絶対かなうものなので頑張れ。うん ですね。もみさんも,も実、そうやって、頑張って、やってらっしゃったんですもんね。いや、かよ、はい、あの、かうんじゃないのかな。全然はい。ありがとうございます。しっかり、あの、書き続けます。あの、それは、も過去の夢だったので、私が、小学校の頃、それを目指していただける。今は、どんどん書きたいなって、はい、思ってましたので。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。あ、もみ、はい、さん、あと、最後にですね。えっと、今、たくさん。 あのー、そういった絵本作家を目指している方にいろいろコメントをくださったんですけれどもいろんなその夢を目指しているいろ、まあ、んな方々へ最後、一言だけ、あのー、コメントをすかなんかあのーはい、夢を目指すじゃないですか。 したらね何回かね、試されるんですよ、神様に。あのお前、本当それやりたいのって。いや、なんか、親からそんなの、そんなの絶対うまくいくわけないとか言って言われたり、友達から言われたりさ。で、出版社に持ってってもさ、こんなの、これどうするつもりだったんですかって言われたりするんだよ。で、絵本出しても売れなかったりする。で絵本、絵本出したら、もうそのまま絵本作家になれるのかなと思ったらさ、 慣れなかったりするんだよねあの、全然依頼もなくさずーっとやるっていう。だけどなんかずーっとその夢っていうのを追い続けてるとなんかそのある時に壁がちっちゃい壁がさこの人たちにはさなんか応援してほしいっていう人にさそんなのなれるわけないって言われたりするんだよね。あの、出版社に思い切ってさすごいドキドキしながら持ってってさボロかし言われることがあるんだよね。 で、ようやく出たと思ったらあの、ベストセラーにも何もならないっていう本屋でも,もうさっぱり見ないっていうで、それでもじゃあやりますかってお前まだやるのって何回か聞かれてるような気がするんだよねそのあの、その、そ神様にねでそれをなんかしつこくしつこくしつこく粘ってやり続ける人だけが 夢を掴むんじゃないのかなって僕は思うよねなんかよくパッて売れちゃう人いるんですよ。一冊目でパッて売れちゃう人がいる。ただ一冊目で消えてしまう場,場合があるんですね。なんか本当にそれでもやりたいかそれでもやりたいかってずっと粘った期間のが長い人ほどその後の,その,なんうの定着する期間っていうのも長い気がしますね。 なんか、あの、だから、粘ればいいんじゃないのかなっていう。うん、うん。粘って、粘って、すごく、すごく、やり続けた人が夢,夢をつかむっていうのは、やっぱり、その、20年間変わらず思いますね、それはね。うん、で、あと、やってないと無理だよね。うん、はい。あの、なんか、よくその、引き寄せの法則とかで、それで、あの、なんか、それで、 なんかこのありがとう、ありがとうとか1万回言ったら2万回言ったらそのなんかうまくいくみたいな話とかそれは嘘だよね。<laughs> 何もしないでもうこ,うこうやって寝ながらありがとう、ありがとう、ありがとうって2万回ずっと毎日言う生活をしてみたらいいよね。絶対いいことないから、うん。そうですね、実際やらないとだめですね、うん。<laughs> それよりなんか作品書いてありがとうって1回言われる方がいいですよね、うん。 それ,そ,れそれはなんか本当にあんまりなんかなんか他の人から見たら楽なことはないかもしれないけど自分は面白いからいいんですよね。うん、で意外にねうまくいってる。うん。あのなんかね少人数の法則っていうのが僕はあると思ってるんですよ。はいだから普通さ就職すんじゃん。 で公務員行ったらさ、はい、手堅いって思われてるじゃんか、うん、あの給料もらえるしそうで,す、ね、でもさ給料をさ定期的にもらえてさそのもしかして飽きるかもしれないねその仕事にね、うん、もっと私違うことやりたかったのかも安定して生きられるよりって思うかもしれないよねで公務員って4000人以上いるんですよでそこの頂点になるためにものすごく難しいんだよねすごい大変。 ただ、絵本作家って少ないんだよね <laughs> 本当にやって、本当に食べてる人って、はい、本当にマジで20人、うん、20人とかそんなんで最前線にいる人はもっと少ないですよね、うん、だから意外に頑張るといけたりするんだよ、ね、<laughs> だから小人数の法則はすすごい大事です、うん、僕な水泳の大会で中学の時2位になったことがあるんですよ、はい、水泳の大会、はい そ,そうなんですかでもその大会、はい、平泳ぎのやつで2人しかいなかったんですよ、僕と、<laughs> 相手がで。相手めっちゃ速いからめっちゃすごい抜かれてるんですけど、2>, はい、2人しかいないから僕2位だったんですよ。で、うん、そのなんか公務員のやつとかも4000人とかになるんですか、B だと。うん それもう本当になんかクビになりかねないですよね <laughs>。そうですね、ちょっと確かに。も、もし20人しかいないんだったら、ちょっと頑張れば10位まではいけるかもしれないね。うん、確かに、そうですね。<laughs> 命がけでやったら、はい、どんなに下手くそでも、どんなにあの才能なくても、もしかすると15位になれるかもしれないね。で日本で15位だと結構すごい感じするじゃんね <laughs> すごいですか。やっぱすごいですよ、ベスト。みんな 意外になんかあのあのー、自爆してあのー、なんかやめてったりするので意外に順番回ってくるかもしれない <laughs> チャンスがですねはい確かにすごくだよね粘りが大事ですねはいありがとうございますはいではですねあの四、ー、十分ぐらいはい経ってしまいましたので、うん、このあたりで えー、のぶみさんの、はい、はい、インタビューは終わりにしていきたいと思います。いまはい、はい、本日ありがとうございました。